リュウジ、あんた、おっと頭染めよったな。将来ニワトリでもなりたいかい。これは気合いや。何人が気合いや。許さへんぜ。神絶対言われる思って。何？あら、いやいや私ったら。はじめまして、リュウジの母です。いつもうちのボンがお世話になってます。え？スグロの母ちゃん？俺はてっきり。ああ、ここボンの実家なんや。スグロん家潰れた寺じゃなかったっけ？寺は結局立ち行かんことになってしもうて、私が実家の旅館継がしてもらったんよ。ボンボンって呼ばれてるから何かと思えば本当に旅館のボンボン。聞こえてるぞ神木。